丈夫。ああ。幸せになるためにきっとケンケンがオーディション落ちちゃったりとかそういう気持ちもわかるんじゃないかなって思った。もっと想像よりもっと楽しかったとか良かったって思ってほしいから、また来たいって思ってほしいから。ありがとう。